ハウスはサッカーコート3面分の広さです、とっても甘くてフレッシュなミニトマトです。茨城県北茨城市の農業用ハウス、常磐興産が炭鉱の跡地に建てたもので、今年8月から栽培を始めたのがミニトマトです。お日様の太陽の採光率が抜群にいい施設になっております。トマトに適した環境を自動的に作り出しておりまして、その環境もすべてコンピューターの方で管理しております。その上で10度という高い糖度を実現できた背景にあるのが特殊な栽培方法です。これがですね、先ほどご説明したサンゴサレッキのサンゴなんです。これを使うことによって糖度が増して収量も増すと。土の代わりに使うサンゴのアルカリ性が植物に程よい刺激を与えて生命力を引き出し、甘いトマトの生産につながるということです。農業ハウスを訪れて収穫を体験したフラガールは、とても甘いトマトでみずみずしくて、皮の部分もすごいシャキシャキしててすごく美味しかったです。石炭の黒いダイヤからトマトの赤いダイヤへ、生産目標は年間300トン。主に首都圏に出荷しますが、今後はスパリゾートハワイアンズでも販売を予定しています。とっても甘い高糖度トマト、ぜひお召し上がりください。